Do you like baseball?これは MC& アナリスト時々マーク鈴木でお送りするチャンネル新潟野球チャンネル。さあ始まりました。番組 MC の中村ひろかずでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそして、マックス鈴木さんの弟子の中山隆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大食いの？いや違いますよ。違います違います。大食いの中山さんって言いましたっけ？え？マックス鈴木？いやそれはそれは大食いでマックス鈴木さんいます。マックス鈴木を検索すると付随でマックス鈴木出てきますけど。出てきますよね。出てきます。めっちゃ出てくる。めっちゃ出てきます。ちょっと簡単にどんな経緯なのか、だってほら師匠っていうぐらいだったらやっぱりそういう関係性があったわけでしょ、うん、中山さん。はい。ですね、アメリカのウィンターリーグ、カリフォルニアのウィンターリーグの時にですね。私がコーチ研修とですね、県スカウトでお邪魔した時にですね、はい、たまたま宿泊がなかったので宿泊施設を取ってたつもりがですね、取れてなくてですね、マックさんの部屋を少しお借りさせていただいたと。難しい話の説明をしただから自分の部屋がなくて、はいはい、僕の部屋に転がり込んできたっていう話なだけなんです。もうすごい今端的に言うとその5秒で収まるにもかかわらず1分くらいかけたんですね。部屋の何々の何々のとかって言うと話が終わらんだから俺は弟子を取らん。でもなんかそうやって怒ってるのなんか本当に師弟関係っぽい感じになってますけどもね。弟子の中身です、ということでまあまあいろいろとですね出だしが結構大変な感じでございますが、まあでもねマックさんは新潟にいろいろご縁があって来てもらって、前回中村中山でやっているね新潟野球チャンネルにもストラックアウト対決で出演してもらったんですよね。はい、あの時雨降ったっけ。あの時晴れてました。あの時だけやね晴れたの新潟どんだけイメージ悪いんですかどんだけイメージ悪いんですか。佐渡島から出れなくなったこともあり、あフェリーが出なくなって、そう昨日は雷でこの大会社のビルジングが停電になるという、大変やね新潟ね。俺今日帰れんのか心配やったわ。今日安心して帰れると思います。今日天候は落ち着いてます。素敵な T シャツ着てるじゃないですか、はい、マックさんね。全然リアクションなくなっちゃった。いやだって3秒止まったらこれって言ったら3秒止まるから3秒止まったら感動して話題変えようというねその打ち合わせがありましたけど、いやほら新潟野球チャンネルの T シャツを前回プレゼントしたという、はい、これはでも新潟ではいい思い出じゃないですか、マックさん。いやこれはもう本当嬉しいですよ、うん、もう新築引っ越しした時にね、はい、もう家のもん整理する時に一緒に捨ててやろうと思って、やろう山田さん本当に捨ててやろうと思ったら捨ててなかったからよかった。いやいやほら今回せっかく撮るんだからなんかバラバラの衣装よりはということで、あそうだマックさんにプレゼントしたんだという野球チャンネルの衣装ですよ。このおしゃれなね声が小さくなってるんですけどもうちっちゃまあいろいろありますけどもほら、はい、せっかくなんでマックさんお越しなんでいろいろ野球のこと、うん、中山さんメジャーのこととか聞きたいじゃないですか。いっぱい聞きたいですね。え、はい、いろいろ答えてもらっていいですか。いいですよ。あのね、はい、僕が野球の話をすると、同部屋って言ったでしょ、はい、ね、僕の部屋に転がり込んできたって言ったでしょ、うん、僕は野球の話を一生懸命します。はい、いびきが来る誰だろう、それ二人部屋なわけですよね。二人部屋、大部屋じゃなくて大部屋、はいはい、それもドラキュラのようにこうして言ってるやつがいるんですよ。僕は一生懸命野球の説明してあげてんのに、そんなやつを誰が弟子に取るかって話そうか、その時じゃあちゃんと聞いてなかったんだな中山さん。いやだいぶ聞いてましたよ。えだいぶ聞いてたんですけど、こうやってちょっと安眠してる感じになってるんじゃないですか。多分左利きやから、はい、左の親指がこう上で、そんなディティールいいですから別に詳しい話になってるんで、どっちこうです。あ、こっちか関係ないでしょ特にね。
でもほら、その時聞けなかった話を改めて聞いてなかっただけよ言ったよ言ったの。ちょっと待って、覚えてるの中山さん。覚えてない、寝てるのに。覚えてます、覚えてます。大概覚えてます。じゃあどんな話でしたの。ね、メジャーの話。ああ、ゼタ、ざっくり中山ミスター大型。ミスター大型、こういうとこありますよね、マックさんね、中山さん、ね、でも一番覚えてるのね、空手の話。あ、本当に一番覚えてるのは空手の、まあ、型というか体の動かし方のが結局こうピッチングの方につながったってね、マックさん。そうやな。そこそうなんだ。そこは否定しないくせば空手の分かんないの話、そんな話したっけ。あ、それロッカールームでやったんだ。ほら、あら、全然覚えてない。やっぱ寝てたな。ということで、この番組は成立しませんのでここら辺でお別れしたいと思います。ありがとうございました。じゃあ僕がいろいろ聞いていいですか。そもそもマックさんってこう10代でメジャー行ったじゃないですか。メジャー行きたいなと思ったきっかけって何だったの。まあ短く説明させてもらうと、僕はアメリカには行きたくなかったんです。高校ね、兵庫県の有名な高校、特待生で入学したんですけども、はい、わずか9ヶ月で自治大学、はい、まあ、なぜかというと冬休みちょっとね、帰省の期間中に地元で他校生とね喧嘩をしてしまうんですよ、うん、まあ、それがきっかけで、まあ、野球も高校も自分で終わらせてしまったんですけども、はい、うん、ここからね、普通ならね、まあ他に編入したりとか、お父さんお母さんがいろいろこう手を差し伸べてしてくれるわけなんですけども、うちはね義務教育終わってんだから自分で生活しろということで、もう日本おってもしょうがない、お前みたいなやつアメリカ行ってこいって。え、親に言われたんですか。だから二択やったんですけどね、アメリカかドミニカに、ドミニカに行ってこいと。いずれも異国に行ってこいと。そうなんですよ。それが親の方針だったわけですか。親父の方針で。偉いですねそれで。どちらいます。それはまだだって10代だったらドミニカのイメージもちょっとないでしょ、はい、どこにあるかも分かんないでしょ。分かんない、地球儀で、はい、じゃあどっち。アメリカになるじゃないですか。じゃあアメリカってなってアメリカに私は一人で国際線乗ってチキンオービーフも分かんないのに出国したわけなんですよ。それはでももちろん野球というつながりがあってやりたいからの二択でアメリカだったわけですね。違います。あ、違うんですか。野球留学、語学留学でもなく、ただただ僕がそのままね、神戸に、神戸出身ですけども、神戸にいると僕が成長しないという父親の判断だけで、だからまあ、当然ね、ビザの関係もあったりとかするんで、いきさつ、行く経緯ですかは、まあ、話せば長くなるんですけども、うん、アメリカの球団、はい、1A の球団からビザを出してもらって、うん、僕が1年ぐらい働けるビザを出してもらって、そこで、うん、そこに就職したんですよ。で、何の仕事をしたか、うん、高校9ヶ月いましたね、はい、先輩のユニフォーム洗ってました、はい、洗濯場に毎日4時間も5時間もおるわけです。あ、それが仕事なんですか。仕事やったんですよ、高校の時にね、はいはいはい、で、アメリカ渡ってもまだ洗濯。おー、その 1A の選手の。そう、プロのチームなんで毎日試合なんですよ。で、練習もします、はい、選手が大体25人ぐらい、はい、監督コーチ含めて30人ぐらいですかね、はい、30人分の練習着、30人分の試合のユニフォーム、これを洗う仕事をいただいたんですよ、はい、毎日洗濯、日本によっても洗濯やった、アメリカに行っても洗濯、なんか前世洗濯屋さんだろ。ざっくりとした前世ですよそれ。でもまあ自分がやってたことが生きたわけじゃないから、なんだか知らないけど、そう繋がってったわけですね。そうなんですよ。あ、まあ、いわゆるでも雑務になるわけでしょ。そうすると雑用係ですね。はい。どれぐらいやったんですかそれ。5ヶ月です。結構やりましたね。やりました。5ヶ月で142試合戦うんですよ、アメリカのマイナーリーグ。すごいですね。相当タイトじゃないですか。そうですよ。もう週1休みあるかないかぐらいな。そうですね、次に。ただまあその休みも遠征だったりするんですよ。アメリカ広いですから。そうか、移動で1日潰れちゃったりとか。そう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 。だから遠征先でも洗濯しないといけないから、朝早くに起きてでっかいビニール袋に何袋も持ってタクシーでコインランドリーに行って、でバーって洗濯して、で洗濯終わったら乾燥機入れてっていうことを遠征先でもやってたんですよ。そんな洗濯係って言ってもそういう感じでやってるんですか。そうなんですよ。うわ、まあ、ホームだと、まあ、ホームに洗濯機と乾燥機があるんで、そこでできるからあれなんですけども、
遠征先ではそういう形でやってましたね。じゃあバスとかでついてって同じ帯同して、そう、試合が終わったら回収して、そうです、休んでる時に自分は働いてと。そうです。かなりこれは中山さん、いくらもらってたんですか、それいくらもらってたんですか。月3万3万え、それ月3万月3万月3万です。え、それってどんなもんなんですか、あの生活できるもんだったんですか、当時って。できない。でも宿泊はあるわけでしょ。もう球場で寝泊まりですもん。球場で、はい、やることが多いんですよ。はあ、やること。僕あの洗濯係りだけじゃなくて試合中はバットボーイもやったり、ボールボーイやったりとか、ボールボーイやったりブルペンキャッチャーいないからブルペンキャッチャーやってくれとか、ストライクボール、スコアボードのこのね、ボタンを押していろいろ操作する SBO のやつですね。そうそうそう、あれもやらされたりとか、あと売店の3箇所売店の氷詰めこう入れて、そう、でっかいあれ製氷機、製氷機、はい、あそこからこういっぱい詰めてガラガラガラって言って売店3箇所1箇所ずつ氷詰めてとかで、試合前に椅子拭いたりとか、いろんなことやってて月3万。あのウェキペディアとか見ると本当にまああのそこまで詳しく載ってなくてね、いろいろ知人の紹介とかいろんなとこ行って渡米してと、で今洗濯係だったっていうのは結構知ってる人はいると思うんですけど、そこまでやってたんですね。そこまでやってました。本当雑務をやってたんですよね。でそこからでも最終的にはこうメジャーに昇格するわけじゃないですか。ここの過程ってどうやってこうメジャーに上がっていったんですか。まあメジャーリーガーになりたくってアメリカに渡ったわけじゃないでしょ。まあそうですね、今の話だとね。ただ環境がやっぱり僕の野球に対する気持ちを消えさせなかったんですよ。僕やっぱり相手も20超えた選手、はい、まあ30超えた選手も中にいましたけども、その選手たちと僕って真逆にいるじゃないですか、うん、選手と雑用係です、はい、ユニフォーム洗う人です。でもこの選手たちを見ながらこっち行きたいなって思うようになった。そうなんですよ、こっち側に立ちたい。だってそれまではまあ小さい頃から野球を続けて甲子園目指してプロ野球選手になりたい、六大学行って、神宮で戦いたいとかね、いろんな夢があったわけなんですけども、まあ自分がバカやからね、9ヶ月で学校辞める原因を作ったのは自分ですから誰も悪くないんですけども、ただ野球チームに就職してなかったらそこまであんまりまた野球したいなと思ってなかったかもしれない、うん、でもたまたま野球チームに預かってもらって選択する、はい、野球してる人たちを見る、うん、俺もう一回野球目指したい、うん、っていうことで洗濯機回ってる時は自由時間なんですよ。ああそうですね、うん、まあぼーっとする時間というか、うん、曲がりますもんね。そうなんですよ。でその時間に僕はあのバッティング練習してる時に外野入って球拾いしたりとか、ですっごい練習する黒人のピッチャーの人がいたんですよ、はい、で 1A なんですけどもメジャーの経験があったんですよ、はい、一人だけ行動、言動、トレーニングの仕方別格だったんですよ。で僕この人と一緒になんか練習させてもらおうと思って、って言ったらいいよみたいな感じで遠征先でも朝の6時からウエイトトレーニング、ジム行くんですよ。でそれついて行って、はい、で帰ってきてから、まあ、僕さっき のコインランドリー行くんですけどね、うん、そうでランニングもすっごい走るんですよ。外国人が走らないっていうのは嘘ですから、はい、走りますから。でめちゃくちゃ速いんですよ。で僕もちょっとこう走るのは得意やなと思ってた感じなんですけども、もうついていけないぐらい走るんですよ。そんなに走るんですか。走る。でキャッチボールも一緒にしてくれて、はい、遠投もずっと一緒にやってくれて、はい、である時からね彼が僕になんかこうニックネームで呼ぶようになったんですよ。そのニックネームがビッグマネー、ビッグマネーっていうようになったんですよ。マックさんをビッグマネー、はい、はい、何のことかな、はいはい、いやそのストロングアームがあったらお前ビッグマネー掴めるよって、ビッグマネー、ビッグマネーとかってずっと言ってくれてて、かっこいい、いや洗濯係の俺に何を言ってんのかなって思うじゃない。その腕は洗濯の方の腕の話ですよ。洗濯でビッグマネー、ビッグマネー、そんなもん半がかけて、半がかけて洗濯のプロになれると、うん、でもキャッチボールしてるってことはちょっと野球の才能が向こうに伝わってるわけですもんね。だと思うんですよ。あで、あのその時のコーチングスタッフの方からも、うん、バッティングピッチャーしていいよって、
で、バッティングピッチャーも投げさせてもらって、はい、で、やっぱりね、結構力入れてもね、僕のまっすぐカンカン場外ホームラン打つ選手がおるんですよ。マンエーのところでも、はい、はいはい、まあ、ただまあ、まっすぐって分かってるし、うんうん、まあ、言ってもね、16歳、はい、だから通用しないのは当たり前なんですけども、うん、だからそれなんかこう腹立つじゃないですか、打たれたら、うんうんうん、ギャーンギャーンって投げててそれをパーンカーンとホームラン打ったわけなんです。そしたらやっぱまたこう練習燃えるじゃないですか、はい、でもその選手ね、スライダー打てないんですよ。おお、変化球が出て変化球が出て、はい、試合になったらめっちゃ三振する選手なんですけど、まっすぐはめっちゃ打つんですよ。なるほど、覚えてるんですけど、うんうん、で、まあまあそんなこともあって情熱がだん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 こう、もっとこう燃えてきたんですね、はい、その環境、人との出会いで、そう、解き放たれたんですね。はい、はただまあ、チャンスがどこでどう回ってくるか分かんない状況で自分を高めていっても来んのかな、チャンスって感じじゃないですか。苦しいですよね、うん、でしょ。で、僕なんか野球なんか終わった人間としてアメリカに渡ってるわけやから、はい、だから何のため練習するのかなっていうことも考えることあったんですよ、はい、でそこからどうやって選手につながっていくんですか。そこからチャンスがあるわけですよね。でも、まあ、簡単に言うと、うん、その時のオーナーさんが、その年で1992年でそのチームを売却するんですよ。おで売却する記念にオーナーが選手登録したんですよ。え、マックさんも？いや、オーナーが。オーナーが？はいはい。ダメなんですよ、そんなふざけたことは。ええええ、でそこのリーグっていうのはカリフォルニアのハイ A、1A の中でもすごくレベルの高いリーグなんですよ、はい、もう本当にペドロ・マルチネスとか、ホセ・カンセコとか、はい、マクガイアとか、うん、もう登竜門なんですよ、はい、でそんなしっかりしたリーグですから、うん、オーナーがね、オーナーだからって言って登録して投げさせられるものじゃないっていうことでコミッショナーからすぐダメって言ったんですよ。ふざけんなと、うん、はい、で本気でそのオーナーの人は試合直前までブルペンで語ってた投げる気分まんまやったよ。オーナーってことある程度おっさんですよね。めちゃめちゃおっさんですよ。がブルペンで肩作ってたんですよ、こいつ。で、急にその通達が来たから一枠空いたんですよ。ああ、もうダメだよと、オーナーの枠がないと。ああ、うんうんうん、はい。で、そのオーナーが僕にお前投げたいかって、うん、投げてもいいですよって言って、じゃあ2番手行くから、分かりました、って言って、来たよ、チャンス。すっげえな、そのチャンス。142試合目に来たんですよ。あ、もうラストの、ラストゲームですね。ラストゲームに来たんですよ、いいや。で、大体マイナーって3連戦なんですよ。はい、で、3連戦、同じチームってやってるじゃないですか。はい、2連戦、僕、相手チームのバットボーイもやってたんですよ。はいはい。そしたら、3連戦目に、最終戦にアジア人のバッドボーイのやつが2番手でマウンドに上がるってどう思いますか、相手チームからしたら。いや、まあいろいろなんかバカにされてる感じもあるし。なりますよね。おーおーおーって言ったんじゃないですか。なんだ、スパイだったのか、お前みたいな。昨日ここにいたのにみたいな。そう、ペンチ横にいたみたいな。まあいい気がしないですよね。三振してヘルメットガーンって掘る外国人選手がいっぱいなんですよ、はい、ヘルメットあっち、バットあっちみたいな、はい、それを僕こうバットこっち、ヘルメットこっちが助かるようになれる、はいはい、ね、そんな扱いされてたのに2番手だって。僕の中ではね、そのざわついてんのもすっごいいい感触やったんですよ。ちょっと燃える要素なわけですね。来たよ、来たよ、来たよつってまず相手チームなんかどうでもいいんですよ、はい、味方のチームに、俺、お前らの選択やってきたけど、俺より下手やんって思うんですよ。いたんすね。おるおるおる。はいはいはい、そうなんですよ。だから、ね、掃除するでしょ、はい、ロッカー掃除するわけ、はいはい、床を。で、ゴミ箱、向こうのゴミ箱めっちゃでかい。あ、ゴミ掃除終わった。はい、じゃあみんな試合終わった入ってこいよって思ったら、4三振ぐらいしたやつが、ゴミ箱バゴーン蹴るんですよ。ゴミバーンおいってなるじゃないですか。ありますね。そしたらユニオンが服持たれて、なんか文句あんのかみたいなのを言われるわけ。うわ、文句あるに決まってる。ですよね、人としてね。で、ちょっと苦しかったから顎をねちょんってやったんですよ、はい、
カーンと落ちちゃって、それで僕強制送還寸前だった寸前出てくる出てくる。いやーこれはですね、どこにでもまだ出てない話ですか。出てないじゃないですか。ウィキペディア出てないです。これ見てウィキみたいに開けないでくださいね。まあ、だからいろんな背景があってそういう展開になってそうだからだからそのマウンドになった時にもう続々できるよ俺できるよみんな見てよって投げました。95マイル、おお、150キロ超える、うん、キャッチャーフライ、三振、ライトフライ。うわきっちり。もうでも手応えってやったってなるわけでしょ。マックさんはマウンド降りてみんなもう拍手だった、おうおう、ハイタッチ、はい、ね、お前投げれるやんみたいなベンチの空気が空気が、はいはい、で、仕事残ってんで言われてそんなもん時間ついて仕事残ってんで洗濯洗濯残ってんゴミ、このゴミ箱ちゃんとやる現実に急にこう引き戻されるでもそのチャンス回ってくるって強運だし、しかもでもちゃんとやってくる、やってたからこそ回ってきてたね、そうだから僕今あの夢を持つことの大切さっていう、ね、うん、夢先生っていうサッカー協会が、うん、あの素晴らしい授業、はい、あの先生として僕もたまに行かせてもらうんですけども、うん、だからね諦めない、うんうん、休憩はいいと思うんです、うん、でも諦めるとそこで物事終わっちゃうじゃないですか、うん、だから僕それ実体験してるから、うん、あなんや俺なんぼ頑張ってもどうせ野球なんかまたできる環境来ないわって思ってたら、その142試合目に言われたとしてもドキドキしながら上がらないといけないじゃないですか。そうですね、準備できないですもんね。そうなんですよ、うん、準備がね、うん、でもおっちゃんがおっちゃんが試合前にブルペンでえいえいってやっててダメお前投げるからなよっしゃってなったのがもうほんと準備です。そうだから自分でそれを引き寄せたというかね、うん、いうことですよね、考えてみたらね、うん、すごい、そんなストーリーがあったわけですよ。しかもだってあれじゃないですか、そこまであの日本人だと村上さんと野茂さんがメジャー行ってるけど、うんうん、NPB 日本のプロ野球を通さないで行ってメジャーリーガーになったのは、うん、マックさんは初ですよね、はい、でしかもこの今言った 1A から上がっていくわけでしょ、うん、これって中村さん相当すごいことですよね。いや多分マックさんが初めてなんですよ、そもそもが。皆さんやっぱり、まあ、プロ野球を通して、はい、まあ、メジャー契約するなり、まあ、トリプル契約をしていくので、基本的にはあの 1A からダブル、トリプル、メジャーっていった人って実は多分マックさんしかいないですよ。日本からいきなりメジャーはあるけど、そうそう、叩き上げじゃないけど1個ずつ上がっていくっていうのはそうです、マックさんだけなんですよ。マックさんだけ。今の話もまさしくそうですよね。メジャーでの一番トップのところはそういうことないわけで、このいわゆる 1A のところで、うん、しかも選手じゃなく雑務をやっていたというまたストーリーがあるとここら辺はでもマックさんの強みじゃないですか。こう一個ずつ上がっていくのって誇れる話でも何でもないです。僕は生きていく力、はい、僕どこでも生きていく、いける力は持ってます、うん、自信があります、うん、8カ国で野球やってきたのも、まあ、自分で言うのもなんですけども、まあ、伊達じゃないと思う。それはまあ英語を覚えれたからなんですけども、はい、ただね元を正せば9ヶ月で学校を辞めなければいけないことをしでかしたっていう、そこが原点なんで、はい、だから野球選手になったから偉いとかメジャーリーガーまで這い上がってあの素晴らしいねって言われるのは僕はなんか素直には喜べないんですよ。ああそうなんすか。そうなんですよ。それは当然甲子園行ってプロ野球選手になって今の流れで NPB から MLB に行くっていうのが一番いいんですけども、ただ誰かが何かをこじ開けないと始まらない物事ってあるじゃないですか。はい、誰も開けたことのない扉、道を歩むんですよね。そう、開けようと思って行ったんじゃないんですけども、うん、僕が行ったことによって僕についたエージェントさんが野茂さんをドジャースと契約さすわけなんです。で、僕についてくれたエージェントさんっていうのはもともとエージェントではなかったんです。おう、うん、ということは僕が日本から離れずにアメリカに行ってなければそのエージェントが誕生してないんですよ。でその誕生がなかったら野茂さんが近鉄からドジャースに行くっていうことはなかったんです。でそこはなんかこの僕がそういう使命があったのか運命だったのか分かんないんですけども、
なんかね、そのことに関してはなんか野球辞書みたいなのがあったら、野球の歴史本みたいなのがあったら、そこはなんかジョン万次郎的に僕を載せてほしいな。なるほど、すげえ遠回りに俺を褒めろっつってました正解そうか、聞いてみないと分かんない話たくさんあるし、あの野球って筋書きがないドラマってよく言うけど、うん、プレー以外のところもまさしくそうですよね、今の、まあ、歴史に名を刻んだ人とかですよね。ですよね、それを作った人ってことですよね。エージェントって何？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。